さあ皆さん、大分風部屋の遠藤です。すみません、たちの中村と申します。ただいまよりですね、アスタコ塾賞スタートしたいと思います。お客さんお願いします。今からですね、アスタコの特徴、あとアスタコのどのような現場で使われているか、それを実機を用いて説明していきたいと思います。さあそれではスタートします。かつての高度経済成長期、社会資本整備が急がれる状況から、それまで人的労働力に頼っていた土木建設は、建設機械の導入により機械化され